社名プレートバッドはアメリカ合衆国ミシガン州トロイに本社を置く金属加工メーカー。日本語ではバッド社の通称が用いられる。バッド社はドイツティッセンクルップグループの一員で金属加工、特に自動車用の鋼材加工を主に言っている会社である。かつては鉄道車両の車体製造も行っており、特に ステンレス車体の製造における先駆者的メーカーとして知られていた。後術のステンレス製飛行艇、パイオニア,アイパイオニアゼファー号の機関、パイオニア2、日本型鉄道車両にも用いられた台車、パイオニア3のように、意欲的な新製品を開発するごとに、パイオニアという名を自社製品の開発順に、分野に関係なく振っていた。創業者は、エドワード・ジー・バットで、 社名も彼の名にちなむ。1912年に創業したバットは、1916年には、ダッチ向けの車体を納入する。東急車両製のステンレスカーに付けられていた、バット車のライセンス下で製造されたことを示す。プレート東急車両製は、輸出向け車両の一部も同ライセンス下で製造し、同様のプレートが付けられた。東急車両製造が、ライセンス生産した。 パイオニア3大シャバットは1930年代から1989年まで鉄道車両の製造も行っていた。特にショットウェルドと称するステンレス鋼接合技術を開発したことで有名で、これは鉄道以外の多くの分野にも活かされた。1934年には輝くステンレスとその奇抜な外観で有名なパイオニアゼファーを納入した。 この車両は流線型ブームの先駆けともなり、現在シカゴ科学産業博物館に収蔵されている。1949年には炭鉱運転ができる、画期的な機動車、レールディーゼルカーを開発。1950年代には、エルキャピタンやスーパーチーフなど、当時の看板列車にも客車が使われるなど、存在感があった。この他、1964年の、 東海道新幹線開通に触発されたペンシルバニア鉄道向けとして高速電車メトロライナーも製造している。これは1971年に発足したアムトラックにも引き継がれ世界最高速クラスの列車として初期のポスターに用いられるなどアムトラック初期の看板列車となった。バットはそのオールステンレス車両の技術が世界中で注目されたことにより 世界各国の鉄道車両メーカーがその技術を採用するために同社とライセンス提携を結んだ。以下にそれを示す。このうち日本の東急車両製造とは1960年代、初めにライセンスを交わし、1962年にはその成果として東京急行電鉄向け7000軽電車を落成。台車にも同社のパイオニア3型が用いられ、 日本のオールステンレス車体時代の始まりにも関わっている。この7 0 0 0系以後、東京急行電鉄では、路面電車の玉電を例外としてもっぱらこのライセンスに基づいて、オールステンレスカーを投入し続け、東急のステンレスカーを特集した、鉄道ファン1979年5月号でも、バット車が与えた影響の大きさについて、編集後記コーナー、枯れ地で、 東級の車両を変えてしまったと言っても過言ではないと評している。これは日本国内向けにとどまらず台湾国鉄向けの DR2700 系機動車などの東急車両製造による海外向け輸出車両にも及んだ。バットは1930年代に航空機の研究をしていたことでも知られている。同社はパイオニア愛と名付けた飛行艇を試作し、 ステンレスによる航空機製造の可能性を模索した。同社製品は第二次世界大戦の時にごく少数ではあるが、アメリカ海軍に納入している。その後、バットは1964年より1965年にニューヨーク市地下鉄の R32 系、1968年にフィラデルフィアのパット雇用、電車、1969年より1970年に、 カケシカごイル用う2200系、1981年から1987年に、同2600型などの通勤電車を製造。1975年から1983年に、かけてはアムトラック向けに、アムフリート客車を製造し、1977年に、これを元にした、RDC の後継機、SPV2000 系機動車の構想を発表する。しかしながら、 この頃には、西ドイツの鉄鋼企業鉄ィセンによる買収が取り沙汰されるなど徐々に先行きが不透明になり、果たして1978年に買収されるに至る。1980年代半ば、業績の悪化していたバットは、鉄道車両製造部門を改組し、トランジットアメリカと名付けた。これは、シカゴ交通局のシカゴ L 用2600傾向機。 製造者などの製造名盤にも明記されたものの、この取り組みは業績回復にはつながらなかった。1987年4月3日をもってフィラデルフィア北東部に位置したレッドライオン工場での創業を停止。同社の保有する車両設計はボンバルディアに売却された。バッド社独自で製造した主な車両バッド社のライセンスによって製造された主な車両。 ありがとうございます。